ポテトとロー PC TV。 はい、どうもこんにちは。おかげさまでチャンネル登録者500人、ボボテッペイです。登録してくださいました皆様、誠にありがとうございます。次は500の倍1000を目指して頑張っていきます。うまくいかないことばかりですが、引き続きよろしくお願いいたします。ちょっと工夫させていただいてから、動画を上げるごとに10名様以上登録していただいてます。誠にありがとうございます。こうやって1名様ずつ増えていってくださることが本当に励みになっております。まだまだ魚をするだけでいっぱいいっぱいなチャンネルですが、頑張って成長してまいりますので、よろしくお願いいたします。今回も台風後の丹沢湖、7月31日の後編になります。スタートが早朝4時半だったので、スタートから1時間くらい経ってると思われます。今回も同じ流れ込みになります。前回はその周辺の流木やゴミ溜まりでしたが、今回は流れ込みを直撃、あとはその横にあるシャローフラットを攻めてみました。それでは釣りの方に行きたいと思います。どうぞ。ありがとうございます。ゴミ溜まりが流れ込みに絡むことによって、この日は流れ込み寄りで魚がいる感じがしました。基本はシャローフラットに絡む何か、
それらに執着してる印象がしてたんですが、台風によってできた濁りとゴミだまり、これらによってこういう釣れ方をしたのかもしれません。今の丹沢湖はさらに減衰してると思われます。ぬかるみに足がはまってしまったり、急斜面があったり、雨や朝露で滑りやすかったりします。僕は基本ここ以外での釣りをしませんので、他のポイントに行く際は十分にお気をつけくださいませ。お互いフィッシングライフをエンジョイしていきましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。お時間がありましたら他の動画もどうぞ。さらに差し支えなくご迷惑でなければ、高評価チャンネル登録のご協力よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後の最後までありがとうございました。ボボ哲平でした。